ありがとう。ゆずきちさんタコありがとう。鈴鹿さんハートありがとう。こんばんは。待ってましたありがとう。こんばんは。めっちゃかわいい。やった。それでは続きましてイギフトさん。さくらみよさん神ありがとう。あみんなチャレンジのところからね。 無料で神がもらえるのでぜひリアに投げてみてください <laughs> 続きまして一ギフトさんを書きたいと思います少々お待ちくださいませ <laughs> 一ギフトさんはりちゃんさんありがとうございますやっほちょっと待ってくださいよ これさ、なんかウェルカムコメントみたいなやつさ、あれだね、女同,同じ入れたら消すまでは、女の同じになるんだね。ありがとう。ちょっと待って、ウェルカムコメント。えー、っと、髪の毛くる。 今ウェルカムコメント書いてますオンライン的開花今日の22時59分まで受付受付ぜひ でね。よし。オッケー。入れましたー。さすらはさんハートありがとう。しもいちさん神ありがとう。そうなんですよ。今日は大人です。立ちづけティさん神ありがとう。ちんちょうげさん神ありがとう。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいよ。ゆいさん神ありがとう。 アディクテッドトゥユイさん神ありがとうウォッチイチゴさん神ありがとうとテロップも入れますねキャーやり方がたーくさんちまいちさん神ありがとう言ったっけ <laughs> ハスラハスさんハートありがとうゆずけしさんキラキラありがとうシュリケンドそうなんですよ今日雰囲気が違います待ってくださいエイタさん神ありがとうエフキョンさん神ありがとう キャラとさん神ありがとうテロップ入れますえっとオンラインチェキ今日までよし入れましたー <laughs> 皆様改めましてこんばんは <laughs> こんばんはー自己紹介します ST ホテル研究生中学2年生14歳のゆうつんこと岡村隆です ぜひフォローよろしくお願いします。推薦コメントも待ってます。はい。今日は。髪がぐるんぐるんです。ぐるん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 。ぐるんぐるんぐるん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 。あやさん髪ありがとう。 ちょっと待ってよルーム間違えてないですよオカメラリオのルームですちょっと待ってっ待って間違ったよしオッケームームさん神ありがとう皆さんどうでしょうこちらのリオは ビゴの海賊さん神ありがとうマそばにさん結婚してするありがとうはいりゅうさなんかさ研究生になってさ初めてまきまきしたかもしれんあでも一回したかな一回なんか赤の赤の服でした気がするけどなんか久しぶりに巻いた <laughs> オーディション中ねよく巻きよったんですけど、うん、オーディション中巻いてましたね なんかオーディション中はハーフツインしてから舞い取った気がするイエーイそう髪の毛ぐるんぐるんだよイヤリングもしてるそうイヤリングもしてるハートミヤリングで可愛いいんだよ <laughs> 肩が破れてるそう肩が破れてるのほら破れてるそれを破れているのを防ぎますこのぐるんぐるんで防いでいるんです 綺麗だねやったーちょっとさ昭和っぽく見えるかねリオさ巻くとさ昭和っぽく見えるんかもしれん前髪とかさこのね下らへんとかさ巻いたら多分巻き巻きしたらリオは昭和っぽく見えるのかもしれませんこんばんは大人っぽすぎてルーム間違えたこと思いました間違えてないですよりおっつんですおとなしい子に見えるやっはーい おとなしくないです <laughs> 今日は化粧薄いですめちゃめちゃめっちゃ薄い化粧目の下のキラキラとチークとリップしかしてないはい。前髪前髪も巻きましたそうちょっとアンピーさんぽくアンピさん鎖骨もきで言った <laughs> もっとおしとやかに こ今は四つです。皆さん、今日は寒かったですか？これでいいの？<laughs> これでいいんですか？今日はマスダシさん可愛い,いありがとう。そうセクシー。じゃあちょっとこのアンパンマンのアンパンマンアンパンマンのお茶をセクシーに飲んでみたいと思います。 <laughs> おいしい <laughs> ねいい日旅立ち雪どけ <laughs> はい <laughs> なんかさあの男性の方ってさ耳髪を耳にかけたりとか髪をかけ上げたりするときにドキッとするんですよね <laughs> まあこんなに普通は堂々とはしないけどもうちょっとゆっくりか <laughs> スローモーションみたいスローモーション超キョアキョアなので大好きですリアも大好き広島は雪積もり始めてるあ積もってないよ広島は積もってないけど雪めっちゃ降ってるよ雪めっっちゃ降っている なんかさ、今日さ10年に一度の寒波4年10年に一度の寒波ってすごくない ?10 年に一度ってことはさリオまだ生まれてないあ生まれとる <laughs> 生まれとる <laughs> 生まれてます <laughs> いやでもでもねまあ生まれてないのと同じですよ <laughs> レンクが欲しい<あ>どうでしょう <laughs> ピアスつけたうんイヤリングですイヤリングだよピアスじゃないよ広島も軽く積もってるえそうなんじゃ積もってるのへ、えー、積もってなかったあでもなんかうっすら車の上に乗ってたりとかしてたけどそう でもね結構降ってたよ結構なんか吹雪みたいに降ってたうん降ってた松戸さん尊いありがとう待って男女のところ落ちてしまった <laughs> めちゃくちゃ寒いみんな大丈夫雪とか雪とかでさ多分交通機関 <laughs> 公,公共交通機関こう止まったりしたりさバスとかさ止まったりするよねみんな大丈夫寒くない クラフティさんハートありがとう。今日はおしゃれ。うん。両耳つけてるよ。うん。これさあ見て見える？これね黒のねあのドットないん。黒のドットで透け取ってから可愛いのこれ。これめっちゃ好きこのイヤリング好き。寒いか。あ千葉は降ってないの？降ってないんだ。カプレさん神ありがとう。えー？ 渋滞で車が動かない。いやーあー。<laughs> あ、飛行機も運休してるの？なあ、なんということだ。ああ。明日東京三度までしか上がらないとかやばい。あ、最高気温が？ええ？やばいね。なんかさ、リオの住んでる周りはさ、積もってはないよ。でもね、めっちゃふぶいてる。リオつなんかイメージ変わったね、可愛い,い。あ。 いあの <laughs> イメチリしたとかじゃなくて今日のみです <laughs> ちりちりユキヨンさん神ありがとう明日仕事行けるかしらああ確かにね泊まっちゃったらいけなくなる人もいるよね、えー、みんな大変ゆきちゃんほどほどにしなきゃダメだよゆきゆきちゃんゆきちゃんそう受験の F K R Y さんありがとうございます。S T ホテル研究生、中学二年生十四歳の四つんといカメラ流です。ぜひ気になったらフォローお願いします。そう。でもなんかさ、研究生はさ、ストレートしかダメなんですよ。普段講演とかお話し会とか、そう。だからショールームだけなんですよ。そうま巻いたりとか髪結んだりするできるのは、そうだからショールームはレアです。<laughs> ショールームあれやです。皆さん、目に焼き付けてください。この巻き巻きリオツンを。巻き巻きリオツンを目に焼き付けてください。そうだよ。今日はとても貴重です。リオツン大好き。やったー。<laughs> <laughs> ちょっと待って、おしとやかにしなきゃ。ちょっとセクシーにキュンポーズ。 <laughs> いつものりをできんぼう <laughs> ですねえー、雪だるま作りたいな,なんかさいつもさ雪だるまさ作るんですよ田舎帰ったらそうおばあちゃん家とか帰ったらひいおばあちゃん家とか帰ったら雪積もってるからそれでめっちゃ巨大な雪だるま作ったんですよ去年去年じゃない一昨年 おととし,ととし,うととし <laughs> そう作ったんですけどなんかすぐ溶けちゃってなんかダメでした雪だるま作ろうそうでおじいちゃんが鎌倉を作ってくれたそうなんかさおじなんかリオさ鎌倉ってどうやって作るのと思ってさだってこんなんか家みたいなんじゃんか。 でも、中は空洞なんだよ。鎌倉ってどうやって作るの?。すごくね、おじいちゃん。今度聞いてみよう。どうやって作るのって聞いてみるね。おじいちゃんに聞いてみるわ。鎌倉ってどうやって作る。ね。ですよね。え、自分も作ったことあるえ、どうやって作るの教えて。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 大予算神、ありがとう。 あえカラスに潰された雪だるまえ第、ー、大さんラムのタオルありがとうあ山を作って掘ればいいえでもさこうこうなっとるじゃんか掘ってったらさ上がドサって落ちてくるじゃんやばくない落ちてきたらダメじゃないメーナは雪降るとどんな反応するのメーナはね、雪に興味がないんですよ 外に興味がなくて <laughs> あの家派なので <laughs> メイナは外に出るのが、ね、めっちゃ怖いんよそうメイナは外が怖いから外にも興味がありませんそう外に出たらさおもらしするんよおもらしして大変なことになるうこくくんさんラマのタオルありがとう一度雪のドームを作って入り口から掘るのええでもさ 掘ってったらさ、なんか空洞になるからさ、なんか重みでさ、落ちそうだよ最後に、ね、塩水かけておくとさらに硬くなるえー、すごっえーすごい塩水いいねあ、固めるんだあ、固めてはるなえ、たまったえ、え、リオ作りたいえ、リオさ、今度さ、鎌倉作り配信とかしたい無理だな堀田 <laughs> さん、神、ありがとう おりちゃんさんさ手裏剣もありがとうえー、だよねえってかささっきさなんかちょっとメモしたけどさ ST48 チャンネルのさルナシーのマヤさんとココアさんとマイキューさんとあかりんさんかあルナシーさんのマヤさんか あ、しんやさん <laughs> すいませんごめんなさいしんやさんでしたすいませんしんやさん <laughs> だってまやさんにも見えるじゃんいやわかんなかった、えー、ごめんしんやさんすいませんララシさんのしんやさんとこかさんとバイキンさんとあかりんさんが ST 法徹チャンネルやられてましたよねそう なんかさルナシーさんはねパーナがねカラオケでねよく歌うんですよさっきルナシーさんは知っとるんじゃけどそうあの深夜さんはちょっと読み方が分からんかったごめんなさいカラムーンさん神ありがとうそうなんですよなんか深夜とドラムとエットセトラらしいです <laughs> コラ <laughs> ムーさん神テイクストックに千人さん神ありがとうそう深夜とドラムとエトセトラっていうチャンネルらしいですねそうリュウも見たかったなんかさ今日さあのお仕事しててお仕事してたなんかお仕事終わった時にあの 携帯見たらさマイケルさんフォローしてるからショールーム通知が来るんよでさ通知き来ててで見たらもう配信終わっててビュンもう今日は夜配信ないのかなマイケルさん路線変えたのセクシー系ねううん、うん、今日だけだよ <laughs> そうでさ今日ねお仕事終わるの遅かったんですよそうお仕事終わるの遅かったから帰りも遅くて 今日は学校からスタジオのレッスンがあってそうスタジオのレッスンがありました昨日もスタジオのレッスンだったりょうスタジオのレッスン好き楽しい <laughs> めっちゃ踊って疲れるしもう今めっちゃもう筋肉痛やばいけどレッスン楽しいみんなスタジオ公演来てね1月30日のスタジオ公演来てね えスタジオ公演さあ来てくれる方いますか来てくれる方いるかなスタジオの先輩にも会えたうんもちろん俺の誕生日おおすごいえその日にさ少ルの時にさコメントしたらさ歌うっけコメントしてね今日のりょうちゃんなんかセクシーだね多分巻いているのと肩が破けているからだと思います <laughs> ポジションですかポジションは秘密ですよもちろんもちろん え、平日なんだけどさ誰か来てくれるかなぁでよ、み、誰か、利用しの人が、見て、見ててくれないとやだやだあ、行くやだやだえ、途中行く行く行く,行くえ,え、え、韓国から公園に行くえ、すごいどういうことえ、韓国から来てくれるのえー すごいありがとうそうこれですそう30日で月曜日なんですけどねクアトロですねクアトロだから多分なんか最近さクアトロさお見送りが全部あるんですよめっちゃ嬉しいめっちゃ嬉しい多分この日もお見送りあるよもうチケット販売やってないのかなあ リオちゃんリオちゃんとお話ししたいからお話し会申し込もうと思うけど緊張しちゃいそう大丈夫かなええもちろんもちろんだよえリオがリードするから大丈夫だよ安心して待ってるねうんそうだよクマネパパさん手裏剣ありがとういきますよやったうしい <laughs> 嬉しい,嬉しいそうですよぜひ皆さん みんな来てねミミさん知りけありがとうあ、今もチケット販売してるんだあ,あ、みんな来て本当に来てくださいよろしくお願いしますあの、お借り休みの人が目の前にいないとよりはもう安心できずにあのー、もうね、帰ってっちゃうかもしれないので <laughs> まあそれはないですけどねえぜひ来てくださいもし予定が合わなくて来れないって方もぜひ配信とかアーカイブとか見てくれたら嬉しいです 30日行くねやっとうれしいそうチケットもまだ買えるみたいなので皆さんぜひ待ってます待ってるお願いしますてくださいヨロッパさん神ありがとう結構海外の人って握手,握手会とかにも来るし積極的よそうですよねめちゃめちゃ会いに来てくれてすっごく嬉しいなんかね この日さリオさ初のスタジオ公演なんですよだからなんか家族も見に来てくれるんですけどパーナはこの日走ってくるらしいそう仕事から走ってくるらしいですそうパーナね月末忙しいからいつもそう走ってダッシュでくるらしいですお仕事から <laughs> ねえクワトロのお見送り再開してうれしいんだよね そうなんかこれんかっって言いよったんよねもともと,もと,もとあの仕事が忙しいから「これん」って言っとったんだけど遅れてでも「見たい」って言ってくる,ることになった B 期間を8枚購入しましたよろしくねありがとう待ってる嬉しいありがとうございますそうなんですよね最善で見たい見て見てエシポンさん神ありがとうそうダッシュで来るってバーナー 汗でおでおこ光っちゃうえ光っちゃう絶対え,えなんかさ聞いてえなんかこの間あの写真撮ってたんですよ外で写真撮ってた時になんかパーナのねおでこに蛍光灯が反射してて反射してめっちゃ綺麗だったんですよなんかもうテカテカだからさ蛍光灯が反射してるのよ光っててパーナやばかったやばい <laughs> <laughs> そうなんですよそうそれ言ったらさかっこつけてさ「そうじゃろ?」って言ってからさかっこつけとったんや <laughs> う<ー>ん <laughs> よしさん神ありがとうリオツの近くに来た来ていいよ来ていいよそうパーナのおでこおチキ頼んだよ6日も休みだからオンライン見れるよお嬉っしい見てね,見てねチキカキカキするよ そうなんですよ <laughs> あそうだってさそうチェキがさ今日の22時59分までらしいですよ皆さん。なんということでしょうなんということでしょう皆様チェキが今日の22時59分までとなっております。皆さん申し込みはしてくれましたか オンラインチキさインかこれさチキをさちょっと書いてみたよ名前名前書いてみたんよどううまくないうまくないチキ書いてみたよあお話会初めて参成します緊張するかもあ緊張しても大丈夫だよリオがリードするからありがとう嬉しいそうなんですよチキ会ですリオの日程はね二月六日月曜日の十八時からですね 18時からありますで,ねでねでねでね受付は今日の22時59分までそしてニックネームの登録期限も今日の22時59分までなんだってえなんかさえチェキってさニックネームだよねでさニックネーム登録してなかったらさ本名にな本名書くようになるからみんなお気をつけくださいニックネームは皆さん絶対に。 入れてくださいねみんなにバレるからねえだってさ何々さんっていう時にみんなにバレるじゃんそうみんなにバレるんだよ岡村リ央ってバレるからあのリ央つんだったらいいけど岡村リ央ってバレるからみんなぜひニックネームをお忘れなくだよねえ さあチェキカイの時とかチェキカイさショールームでするじゃないですかその時にさ普通はさ「何々さんありがとうございます」って言った時にさなんかコメントしてもらうじゃないですかしてもらうっていうかまあねしてしたい人はしてもらうんですけどその時にさ「岡村梨央さんありがとうございます」って言った時にさあのねコメントしたらさえ「えあの人岡村梨央って名前だったん?」ってわかるどさやばいよね。 ぜひ皆さん <laughs> 皆さんニックネームを登録してくださいねお気をつけてねみんないろんなポーズするのでいろんな服も着ますイエーイいろんな服を着ていろんなポーズをするので皆さんリオは練り込んで考えますので練り込んで練、ね、って考えていますので <laughs> あサイン会は4枚申し込んだありがとうサインサインするね あ逆に本名を覚えてもらえるチャンスだと思ってわざと本名にする人がいます。あなるほどね。ああじゃあ本名にしたい人はしてもいいよ。してもいいよ。<笑><笑>でもさみんなにバレちゃうからちょっとみんなみんなみんな気をつけて本名で呼ばれたくない方はニックネームをお,お忘れなくよろしくお願いします。 え両つの配信見ながら軽くスクワットして配信見てるなんという事こ,こうやってスクワットしながら配信ようのすごい <laughs> 変態じゃんそれいやごめんごめん間違えた <laughs> 変態ではないか待って待ってえこうやってどういうこと <laughs> すごいすごいね りょうつのあこりおしさんの本名も覚えたいと思うえ覚えたい <laughs> 覚えたいよ覚えてほしいと覚えたい, <laughs> <laughs> い変態じゃないから <laughs> ごめんなさい <laughs> 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 そうそうチェキーいろんな服も着ていろんなポーズもするのでぜひ皆さん ゲットしてね。間違えたシュ,ールシュ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 ールだねって言おうとしたら変態って言っちゃったの違う違う本当はシュールって言おうとしたんだけど変態だっけああれ待って待って待って違う違う違うあうん、シュールって言おうとしたけど変態あれ違う,違う違う違うあシュールって言おうとしたけど変態って言ってしまったんよやそう。<laughs> ちょっと待ってよくさパーダに変態って言う癖があるけさちょっと <laughs> ちょっと <laughs> リオちゃんと糸電話で話したいえなんかさ思うけどさリアル話すか会とかさ糸電話で話した方が早いと思うんですよねあ<ー>ああオンライン付き購入してきたあありがとう嬉しいやった名前書くねやった でもみんな結構変態って言われて嬉しいえっジャパンのめっちゃ嬉しいんじゃんあー <laughs> てかさリオはさなんか実質リアル話し会はねリオマイク入れないんですよ声が大きすぎるからリオマイク入れなくてファンの方のスピーカーだけいるって感じリオはもうマイク入れないそうそう なんか相手の方の声だけイヤホンで聞きたい感じだから多分リオの声はもうマイクなしでも直で伝わる大きさだからね今夜めっちゃ寒そうだからメールで教えてくれた寝方してみるねあしてみてくださいしてみてリオつもいつも股関節の筋トレしながら配信してるからえっどういうことえっえっえっしてないですよいや梨央何もしてないえっえっ幻覚ですか

あ、まあ、でも股関節の筋トレをしながらマイキューさんの配信を見たことはありますけど <laughs> ですねよしさん神ありがとうりオつんはインテックス大阪は初参戦ですかあそうなんですよなんか幕張メッセは行ったことがあってあ福山ビッグローズも初参戦ですね楽しみりオはマイキューいらないって聞こえたいりますー違いますりオはマイキューさんいります 入ります去年初めてリオちんのリアルお話書いただよねありがとうまた来てねまた来てねそうね一緒に座ってますよね一緒に座ってますよね <laughs> ですよねなんかさリオさんマイキューさんのさ知器会さ申し込もうと思ったらさ知器会売り切れてましたすごいマイキューさんすごすぎるマイキューさん 明けさん、今年も行くよやったー！ー待ってるね、嬉しい。そうなんですよ。そうなんですよねー。待って、十五分から、男女、四十五分から、クレタイム。 単位で4540から OK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 、okay, okay, okay. okay、ですな,なんかさカビありがとうあインテック捜査か何もないのああ野原みたいな感じ <laughs> そういうみたいな <laughs> リオはマイケが登場する夢って見たことあるえありますよえ,えなんか ななんんかかいぐらいに見ましたなんかね隣に葵さんとマイケルさんがいたんですよ。葵さんとマイケルさんがいて <laughs> そうあなんか何人かでコンサートをしてたんですよね。あ夢ですよこれ夢なんか何人かでコンサートをしていてでなんかな謎にリオはめちゃめちゃ振りを間違えて振りも全然練習してかずに <laughs>。 そのあとにステージに座ってなんか多分休憩をしてたんですよねステージの上に座って休憩しててで隣が葵さんでその隣がマイキルさんだったんですよみたいな夢を見た <laughs> 結論がない夢を見た <laughs> そうなんですよ <laughs> そうかな <laughs> まあ他にもマイキューさん出てきましたよたくさんあマイキューさんとねデートに行く夢も見たよいつかいつだったか忘れたけど、うん、マイキューさんとデートに行く夢見ました <laughs> <laughs> やばカかぶつきしくんさん神ありがとう 株式さありがとうすいみにしないとですよねそうりおはねもういつでもいけるんですけどマイキュさんがお忙しいのに,にそうりおも先輩と行きたいですねお出かけ行きたいあとなんかパセリさんとアイスめぐりにしたい アアイイススりりしたいですアイス屋巡りパズリさんおすすめのアイスのお店を行きたい <laughs> <laughs> そうそういえば鍵ぎめは保管してるうん破壊してるよリオの机の上に置いてるチキ初購入だったからニックネーム登録忘れるところだったあ初めてなの ?STU もうわあありがとう嬉し u そう マイハチリに似てて可愛いあマイハさん嬉しいマイハさん今日マイハさんと会いましてマイハさん大好きだよマイハさんいつもテンション高くて好き <laughs> テンション高くて好きです, <laughs> きですえ初夢で一番良かったのは ?AKB48 選抜メンバーとディズニーシーにいたことなんだそのその夢いいなぁいいな そうなんですよねさん本当にお優しいあっ同いだ広島行った時に雪帽子の芋のやつ食べようとしたんだけど食べなかったの効果襟を食べたからえー食べなきゃダメだよさあ今日はありちゃんさんと会いましたありちゃんさんねめっちゃかわいいおかわいいめっちゃおかわいい昨日もあったんですよイェイ2日連続ありちゃんさんと会いました パリさん人気だからくるくるとめ約,約束してそうだから早く行かないと取られちゃうえどういうことですかえなんえ,えだってさえ会わなきゃさ連絡取れないよだってさだってれんあの連絡先公開したらいけないんですよ会えないのにいつ約束あっユーツ見てたらあたたかくなってきた <laughs> イエーイ。 <laughs> オリツンさん神クのペンライトありがとうアリちゃんさんに抱きついてきたうんうんうゆうかぴーはサイヤじゃないのえ <laughs> ユゆうかぴーめっちゃ浮気してるよ <laughs> ですよねあ電デジャとたくさん飛ばすへえーうん マネージャーさんが電車バトルになってるのではああなるほどああえでもさそれはさマネージャーさんもさマネージャーさんもさ負担になるじゃんか負担になるしさ大変だからさリオはそれはおすすめしません肩出し禁止だってえどういうことショールもケ、OK、ーですよレッスンは一人なのうんうん他のメンバーさんもいます先輩とかいます 先輩とかじゃない研究生リオだけだ先輩いますあ <laughs> ラジオ聞いたあチリーパ楽しかったリオちゃんのあ星になってる好きになってしまった声が可愛くて好きやった嬉しい好きになってしまったえリオの声好きやったーえ大好きだよタ <laughs> ブス吉くさんハートありがとうリオちゃとバドミントンしたい バトトミンンリオバトミントン,トトン得意ですよ <laughs> 全然得意じゃないだってさリオさ羽があるじゃないですか羽のさ羽羽羽羽をこうやってパーンってできないんですよリオできませんさこさんにも会えた会えました会えましたよあっあやパンさんとも会えましたよイエーイ 早く昇格してマイキュとライン交換したいんです絶対昇格したら一番初めにします一番にします絶対一番にする研究生の中でも一番にします 俺もリオの声バリ吸いとうよ吸いとうよやったありがとうよ分かんないけどありがとう <laughs> リオつんとダンスしたいしよう,う <laughs> おてかさまだお !HK10 にマイハッチに似てる子がいるの知ってる ますよえなんかさ見た時にさえなんか今誰が配信するのかなとかよく見るんですけどその時にえっマさんにめっちゃ似ている方いるとか思ってえめっちゃ似てますよねすごいですよねえ <laughs> なんかさ目の数とかさねお顔とかめちゃめちゃ似ててビオもびっくりしました歌唱力感動しました優勝してほしいなえー嬉しい頑張ります まずは決勝で頑張って頑張ります逆にリオ苦手な競技あるんえ全部苦手だよ <laughs> 全部苦手です六十年の時に昇格かなえぇ、ー、できるかな昇格早くしたいですね早くしたいですね昇格選抜にまず入りたいリオは リオは自分にそっくりな人に会ったことあるないんですよないです <laughs> リオは経験する中で一抜けだよ俺が太鼓判太鼓判っていう太鼓判ですよ嬉しいありがとうございます <laughs> 決勝だよ女会いましょう皆さん日本青年課ホールで会いましょうね絶対来てくださいあれ髪型変えた大人っぽい皆さんリオがイメテンしたと思いますか違いますよ <laughs> 活動方向を変えたとかじゃないですからね今日だけです今日だけの巻き巻きりをツンですよパープズ吉君さしりけんありがとうそう今日だけだよ <laughs> 今日だけ <laughs> それではまだ話すことがありましてですねこれ話した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  ああ、うん、神木希君差し入れありがとう。ビズもこんな感じなのかな。さあどうでしょう。<laughs> さあどうでしょう。地毛、うん地毛だよ。地毛でーす。ほら引っ張っても取れない。地毛でーす。つむじもちゃんとあります。地毛でーす。<laughs> <laughs> わけ分けるやつ何やう？ほんまに。リオはなんか違和感でしかないです。 <laughs> いつものリオが染みついてるからペンライト振っても <laughs> ペンライト振っても待ってますありがとうございます待っててくださいえ今 AKB 研究生の子が生放送でツンツンと同じ服着てるえ <laughs> これすごっ <laughs> え誰ですかどちら様でしょう <laughs> お,そろです、ね、おそろっちなのかな んか嬉しい,ん嬉しい <laughs> こんばんはこんばんはケケセ研究生様こんばんはフ <laughs> そうリオつんは昇格すると肩書きは s t 4と何毅差になるのそうなんですよリオもリオたちもわからないんですよわかりませんそれわからんよねリオも早く知りたい早く決めてくださいお姉さんお姉さん教えてください 虫こっこくんさん、くまのベンライトありがとうメールのクイズ楽しかったのでまた出してくださいわかりましたもうなんか配信するかと思ったえモーナです趣味は勉強です皆さん、はじめまして岡村も,かも、モーナですああーー <laughs> 待ってるさかった <laughs> また自分したすいません <laughs> 充電してるのにもう充電なくなった そう充電がなくなりました <laughs> うれしい佐藤愛理ちゃんあああ水さんに似てるのへえ <laughs> 歌唱力予選見て気になった48グループの子はあ前話したんですよ三村さんとか。 豊永さんとか、ディオは好きでした。すいません。決済するから先回よろしくね。あ、よろしくお願いします。あ、そうだ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 。 それを話しようそう皆様皆様嬉しいことにですねあの確認したらあまだ決済が決済してなかったらあの完璧にあの決まったってわけじゃないんですけどなんと4月2日4月165月4日9月287月17日と日間 嬉しいですなんか間もなくだったところとかも感謝役になっててすごくうれしいですありがとうございますありがとうございますなんかここの3日間2月5と2月23と3月12のこの3日間はもう感謝役も決定してお申し込みも始まってる日なんですけどそれ以外ではこの5日間の感謝役が空きましたありがとうございます行っていいのうんん普通ににみんなが見れるところにも 書いてあるよ見てくださいそうなんですよ嬉しいですありがとうございますだけどみんなみんなだけど <laughs> 違う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  <laughs> 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 あすいませんちょっと待ってください、ね、はいあ初見の MC ムヒョンさんありがとうございます s t o テ t 研究生中学2年生14歳のひつんことの理由ですぜひ気になったらフォローお願いしますだけど今5日間感謝シクは仮で開いたんですけどじゃじゃんこちらお申し込み期間 B ご当選された方キュン 決済がめちゃめちちゃゃ大事ですイエ,ーイ,イ,エーイじゃないか <laughs> はい決済お申し込み期間 B の決済終了は1月26日木曜日中ですねあと2日しかないそう決済を忘れちゃったら無効になっちゃうのとあのあのリオのルームでは決済のことをミッションって言うんですけどそう。 ミッションを成功してもらわないとなんと感謝悪もなくなる可能性があるのでそれにせっかくあのねお話しできるようになったのにあの決済しなかったら無効になって会えなくなっちゃうのでるようにそれに感謝悪もあのあかんあのね消えちゃったりするかもしれないのでぜひ皆さん決済を絶対によろしくお願いします忘れないように今日中によろしくお願いします ミッションを成功してくださいなんか感謝枠を仮じゃなくて決定にして皆さん思いっきり楽しみましょうよろしくお願いします是非待っております書き初めを出そう <laughs> ひっ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 ひひじゃーん <laughs> お願いいたします。書き初めの時に書いたやつです。イエーイ <laughs> そう。 大好きを並べるえ前も並べたんだよもう一回してほしいのこれね綺麗に取ってあるんですよ決済大好き <laughs> これリ,リオが決済大好きみたいに見えるからさ <laughs> ちょっとよちょっとあじゃあこうすればいいかな決済よろしくね <laughs> これね、見て、これさ、手作りの新聞紙の挟むやつに綺麗に入れて保管してるんですよ。そう、自分の机の上に置いてます。かッぱつけしくんさん、手裏ンありがとう。そう、いろいろ入れてるんですよ。あとはね、完売とか。完売とか。

あと着実もあります。着実。着実。いろいろあるね。ちょっとリオは耳たぶが分厚いので。イヤリングをしていたら。痛くなってきました。はい、じゃあ、ゃんさあ、今日のペンライト、ありがとう。 皆さん、着実に決済してください。あとはね、決済決済してくれたら感謝でーす <laughs> いい、ね。いいねいいね。 合う,合う単語がいっぱいあります。 感じでーす。よし。みんなよろしくお願いします。決済を。よろしくね。三期生何人入るんだろうね。確かに。気になるどんな子が入ってくるのかな。 似てているる人が入ってくるかもしれませんリオのドッペルゲンガー <laughs> 顔も体型も似ている子 <laughs> みんな絶対に絶対に絶対に芯は変わったらいけないよ芯はか変わったらいけないからね芯はリオだからね絶対にあのまあ浮気はちょっとだけ許すけど 芯は変わったらもう理由ないちゃうからねえ見に行くと思うし気になると思うけど行ってもいいけど芯は変わったらいけないからね絶対にお、うん、しましはしてもいいけどおしへんは絶対にダメだからね約束するねはいこれ皆さん約束をします今からなのでもしおしへんをした人がいたら 約束を破ったのでダメです <laughs> お仕置きじゃすいません遊びきりでまあうっついたらリオ怒るよのます遊びきった受験の M.C. マヒョンさん神ありがとうリオもうおし変されないように みんなの心をギュってしトくけんね。もっとクリオが <laughs> もっとく約束だよ。みんなの心臓掴んどくから。みんなの心臓とリオの心臓を繋いどくからね。お、うん、し変したらもうそれがプツンって切れてリオ倒れちゃうからね。ほら。 そう思ったらダメでしょみん,なのここみんなの心臓とリオの心臓はつながってるからおげんしたりどっか行ったらプツンで切れるでしょそしたらリオね倒れちゃうからダメだよ NO NO ダメだよゆうき城秋たさん神ありがとう <laughs> そうだよ リオツの心臓はどこここだよみなさんの心臓つながってるからみんながお支んしたらプツッて切れてるでよあって倒れちゃうからね <laughs> 意味が分かんないなんでですか心臓はつながっているんですそうですよあ待ってそういうのさ糸っていうんかあれ <laughs> えこ小,小指の糸あれ 違う違う,違うんですリアは心臓をつなぎたいんです小指だったら別にプツンって切れてもあれだけど心臓は心臓はダメです心臓はもう元には戻りませんプツンと切れたらだってさ指の糸さすぐ抜けるもん糸スルスルスルって抜けちゃう心臓は絶対にすぐ行かないから <laughs> えっさっきせいやさん嫌だ嫌だじゃない間違えましたすいませんいやリオもね不安なんですよいろいろとねいや違います <laughs> 違います待ってもう40分の早早いです早いです不安って意味です不安って意味 リオツは配信も楽しいし若いしダンスも歌もうまいから堂々としてたらいいよはあご利用だよこんにちはご利用だよ佐伯 <laughs> 生さんにさゴリゴリったりやばいよねおはよう <laughs> おはよう <laughs> やばいやばい絶対逃げられるやだ リオツさん怖いって言われる <laughs> リオツンつんは魔法が使えたら何の魔法を使うえー、過去に戻るいやリオは過去には戻りたくない <laughs> うん使わないかな魔法は <laughs> そう 天狗にならないように気をつけて、き、はい、天狗になりませんよ、りおは。<laughs> そうです。もうりお、鼻ぺったんこだから、低いもん鼻。うん。は絶対に天狗にならない。そうだよ。りお、ふにゃふにゃだからね、天狗になれないんだよ。うん、もうこれ以上伸びない。 じゃあ告白しましょう告白して全身見せて祝しタイムして誕生日読んで終わりたいと思いますそうりおちゃん先輩になっちゃうりおちゃんりおちゃん先輩先輩えり、ー、おちゃん先輩だってりおちゃん先輩うん ゴリオくんと、ゴリオくん、ゴリオくん、ゴリオくんと、てるこさんの天気予報はい、今日の天気はこちらになります今日の天気はこちらになります雨ですわ、もうちょっとね明るくでいてください、ゴリオくん雨です <laughs> ですね先輩になるからしっかりしないとね ですねしっかりしますしっかりしますしっかりしますは <laughs> あしっかりしなきゃだだってさ、三級生さんが入ってきたらさその、リオ、リオ、リオたち、リオたち研究生が今まで先輩たちに支えてもらったりとか いろいろしてもらったことを次はリオたちも三期生さんにしなきゃいけないんだよねあできるかなリオ <laughs> リオは緊張して話せないかもしれません後輩からダンス教えてくださいって頼まれたらどうするの教える教えるよ だだよこうだよって教える <laughs> 絶対なんかりょう一人だけ楽しくてき、うん、ついてこれなさそう頑張ります頑張ります猫かぶりそううんさあ犠牲さんに猫かぶりそうああおはようございますって言われるじゃん おはようああでも「おはよう」って言わない方がいいか最初からあ「おはようございます」「おはようございます」<laughs>「2人様が「おはようございます」「おはようございます」<laughs> 後輩から「焼きそばパン買ってきて」って言われたら「嫌だね」っていう。<laughs> ちょっと、うん、自分で自分で買ってくれる <laughs> ちょっち,ちょっと嫌だかな <laughs> <laughs> ツッツ,ッツンなら人気者になれる頑張ります後輩ちゃんに <laughs> 3期生から何て呼ばれたいのりうつんさんとか。 先輩分かんないもう DD の人が心配だよもうみんなだってさ可愛い,い子いっぱいいるじゃん世の中にでもねリオのこと忘れられんようにするけんリオも後輩に交換ノートしてくださいって言われたらすいません充電器さしてるのに充電が。 どんどん減っていっていますどうしましょう0%になって切れたらやばいですずっとね刺してるのにねやばいですねーえっっっっっっちゃんと刺しているのにあ, <laughs> あれ？あ根元が切れた う充電できているか確認するので多分一回止まると思いますできましたできてましたすいませんお待たせいたしましたそれでは告白をしましょう告白をしたいと思いますなんか根元のコンセントが抜けてましたブログは研究者担当好きになっていて理由は毎週木曜日を担当しています 何パーセントだった10 <laughs> うっかりおつんでしたはい毎週木曜日にリオツンブログ投稿されますぜひ皆さんリオのブログ読んでくださいあさってですそして ST48 メール去モバイルあ過去モバイルメール,ル,メールアプリ版とウェブ版の2つがありますぜひ皆さん取ってみてください何人でも登録ができて無料体験メールもあるのでぜひチェックしてみてください深夜さん神ありがとう 返信方法は第1話もわめに直接よろしくお願いしますその際は本部の返信の中に名前を書いてください第2話ツイッターでも返信待ってますその際は「ハッタグリア」とツンツンをつけてよろしくお願いしますみんないつも返信ありがとうございます登録してくださってる方もありがとうありがとうございます全部あのツイッターの返信も読んでます全部読んでる ビス3月号2月1日発売予約受付中リオ出るようですイエーイこちらは AKB48 グループ×ビスレギュラーモデルオーディションのショールームイベントの予選にリオが参加して皆さんのおかげで1位を取ることができたのでそ,その予選得点としてビスに乗ることがなりましたありがとうございますぜひ皆さんゲットしてください なんかね、ビスはねいつものリオとは違う雰囲気のリオが見れますのでお楽しみにそして「ST40」と「課外活動勝手に四国観光大使×スタジオ公演研究生やーニングとトに出演しますこれはなんと初のスタジオ公演リオツンとなっておりますりさん、ありがとう はい、こちらはリオ。スタジオ公演と研究生オープニングクとどっちも出ます。1月30日月曜日平日ですが、会場は広島クラブクアトルです。時間は17時45分会場、18時半開演です。皆さんぜひ待ってますよろしくお願いします。ポジションは秘密ですが、楽しみにしていてください頑張りますくる <laughs> しかです。これは本当に見てほしいです。よろしく。ぜひ。 フェルライトリオ紫と黄色なので振ってください生で見に来てほしいですよろしくお願いしますそして宇宙やボードやラブウィーも待ってますはい緊張しますそしてじゃん決済絶対によろしくお願いします こちらお申込み期間 B の決済は1月26日木曜日中なのでぜひ皆さんミッションを成功してくださいよろしくお願いしますもしミッションをしてなかったらお話し会リオとお話しできなくなっちゃうし感謝枠も今空いているものがなくなる可能性もあるのでぜひ皆さん決済はよろしくお願いします忘れないうちに今日中にやっててねそう感謝枠がねティロリーティラレレレレレになるで <laughs> ティラリッてデデデデーになるから <laughs> そしてオンライン直射員会が今日の10時59分まで受付となっておりますもうすぐあとあと3時間ぐらい皆さんこれ間違いやすいのがこれ大体さそのお申し込みとかいろいろのってさ23時59分が多いじゃないですか。 このオンライン直帰参会は今日は十時五十九分までだからみんなおあの間違いなくよろしくお願いします。二十二時五十九分です。ニックネームの登録もお忘れずに、ぜひゲットしてください。それではスクショタイムします。リクエストのポーズがあればコメント欄でよろしくお願いします。なんかさ、これ見て。 もうこれを見つけたんですよ。こないだ、行ったときに。買い物したときに見つけて。今度配信で、ね、これ、舐めるね。指輪指輪のアメちゃんなめなめ配信するわ。<laughs> 待って、待って待って。響きがやばい。<laughs> マキマキのポーズ 買ったよありがとう。色っぽい両つんポーズ。魔女ポーズ赤いと絶対着れないポーズ。着れないよ。押せへんキージダメ <laughs> 大人なポーズ。 <laughs> 待って星になってるみんなみんなじゃないけど肩見たいのダメ肩見たいのダメ肩見たいのダメおすりさん配信始まったっっっ誰か電子を飛ばしてくださいあの一緒にあの 一緒にアイスとか食べに行きたいしパセリさんおすすめのアイス屋さんとか回りたいし一緒にお出かけしたいですよろしくお願いします忙しい、お忙しいかもしれないんですけど電車またよろしくお願いします誰か誘ってくださいぜひパセリさん誘ってくださいパセリさんチェキ替えでしそうなポーズくださいダメです秘密ですそれはダメダメ うふんポーズうふん <laughs> うふんマッコイさん神ありがとうモナ・リザポーズモナ・リザってどうやだっけあこうかこうかあそとしさんあれもしたゆうきあきたさんハートありがとう心臓はここポーズ心臓ここ3期生歓迎3期生さん待ってる セクシーリオツンポーズお支配した人を見つけた時のポーズポソチーンよきよきタさんハートありがとう昨日決済したありがとうラブ嬉しいセクシービームポーズピピ,ピ カくんさんラブのタオルありがとうドラえもんポーズあ鎖骨ポーズしたい鎖骨見えるかな鎖骨カプレさんハート広次さんかわいいありがとうカプズキシくんさんハートありがとうあっ電車と届りましたか 着染め大好き大好き待って全身ポーズもしたいうん全身ポーズするからちょっと待ってああすいません <laughs> 最近ああってなるんですよすいません三期生が憧れそうなポーズわかんないよ鎖骨ワロウってどういうことですかぷんぷん昭和っぽいリオツ。 あ、S、全身はいこちら今日はスカートはこんな感じになっておりますチェーン見てくださいこちらチェーンになっておりますチェーンチェーンちょっとヤンキー風ですねちょっと悪い子みたいなスカートですイエイ そうこんな感じスタジオ公園で、ね、パーナー見つけた時のポーズえっ、ー、<laughs> くるクくるも言ってるというコメントもあったからどっちが好きかなんでリオが好きだよウサギぴゃんぴゃんぴゃくるくる浮気しすぎだよ フフフはココアさんでしょ意味わかんない決済は木曜日までだよマークこれマックマクポーズそうお話会通シとすべ全て決済してよ、はい 松戸さん神ありがとう。スタジオ公演来てね来てね。マストシさんハートありがとう。鎌倉ポーズ。パセリさんパセリさんマイケルさん超絶かいブリックポーズ。 スタリ二人以上の人に好きって言ってるや。ん <laughs> やったー。まあ、そうね、リオは特別大好きだから。雪積もるかな、雪積もるかな。株式ス,スクザハートありがとう。それでは、ダンジョン見たいと思います。もかじさんハートありがとう。ダンジョンを読みましょう。ぽちりん スクくさラブのタオルありがとう。 と変顔しましたすごい1時間ぐらいいいののの配信にににったのに5000人の方がが見に来ててくださささすごい嬉しいスキスさんんハートありがとうパスリ向けマイきやさんに向けて 誕生読みます。誕生読みます。誕生読みます。十三位マンハさんありがとうございます。十二位オリツンさんありがとうございます。十一位ジリテルムキャンさんありがとうございます。十一位コネパパさんありがとうございます。九位東山タッキーさんありがとうございます。八位アヤさんありがとうございます。 7位鈴香さんありがとうございます6位結城秋田さんありがとうございます5位堀ちゃんさんありがとうございます4位ゆずけじさんありがとうございます3位よしこくくんさんありがとうございます2位増添さんありがとうございますそして1位はドゥルドルドルルルルッパンかんぱずけ石川さんありがとうございます ありがとうございますありがとう皆様今日もお疲れ様です火曜日お疲れ様みんな明日水曜日で折り返し地点ですね頑張りましょう頑張ろう頑張ろう 何でもないです <laughs> 急に積もった急に積もったすいません <laughs> 皆さんオンライン地さサイン会受付今日の10時59分までですお忘れなくよろしくお願いします 10, 10時だよ22時だからみんな気をつけてね 明日の朝の朝通勤が心配あそうだよみんな雪も気をつけてねみんなみんな寒波だからさ今日とかも明日とかも外出する時は気をつけてね。 1>, 1位ケ端慶く君さんありがとうございますそうです22時59分までですずっと言ってきましたりおちゃんも受けに気をつけてありがとう5186円の方たくさん見に来てくださってありがとうございますありがとうございます1人ね3回まで注文できるからチェキよろしくお願いしますそれではありがとうございました バイバイ明日も夜配信になると思いますそれではバイツーンありがとうございましたありがとうみんなバイツーまきまきりおつんでしたありがとうございましたバイツーン 変顔じゃないし